おはようございます。ただいま自宅前です。昨日大量の雨で田んぼもすでに水没に近い状態ですね。もう雨がいっぱい田んぼまで入ってしまって、まあ稲が倒れてないのでまだいいんですけど、まあちょっとこのままだとおそらく稲刈りなんかはまずできないでしょうね。で、堤防の一部がちょっと決壊してます。取れる。もう決壊しちゃってどうにもなんないですね。ちょっとこれから近くに行ってみたいと思います。うわー、びしゃびしゃだ。完全に決壊してますね。うわー、ひどいなこれは。ちょっと一旦 U ターンして、うわー、すごいひどいなこれ。一面水ですね。もう田んぼがすっかり水没してますね。で、堤防がもう完全に溢れちゃってますね。ここ堤防なんですけど、水がもう完全に溢れ、決壊って、まあ溢れ出ちゃってますよね。溢れ出て、で田んぼの方に流れていって、もう田んぼがこれもう完全にここの部分はダメですね。もうちょっと長くすれば無理だな。いやー、もうどうにもなんないなこれ。で、この川の向こうにまたもう一つ川あるんですけど、そっちの方ももう決壊しちゃってるみたいで、その堤防の向こう、ちょっとこの画面カメラでは撮りづらいんですけど、そっちも本来は全部田んぼなんですね。だけどもう完全に一面、見えるでしょうかね、ずっと湖みたいに広がってますけど、実際本当はここ田んぼなんですね。全部でも全部埋まっちゃってますね。うわー、これらの田んぼはもうほとんど使い物なんないですね。で、今この辺も避難勧告は出てるんですけど、まあうちの方はちょっと水が入り込んできたいので大丈夫なんですけど、今うちからですね、だいたい300メーターぐらいのところですかね、来てますけど、もう一面ほぼここ、通常は今もう稲刈りシーズンなんで、ちょうどね稲穂がなって収穫もう少し迎えるところかなっていう感じなんですが、もうすっかり水で冠水してしまって、全く稲も見えない状況ですね。
で、うちの中にも、まあ見ての通り、人の上、うちの中にまで、まあ水入ってる状況です。で、逆に川の方はって、逆側がというと、まあ、こんな感じで、もう水浸しになってますね。で、今、まあヘリコプター飛んでますけど、もう一本奥の道路も、ほぼ水で埋まってるような状況ですね。あそこにちょうど軽トラックがあるんですけどね、もう完全に水に浸かってます。この川が多分一番やばかったと思います。今うちのですね、入り口前に来てます。もう少しで、もうちょっとしたらうちなんですけど、もう車入れないですね。朝来た時大したことないと思ってたんですけど、途中で車ももう埋まっちゃってますね。あれ、いや正直言ってうち帰れないですね、このままだと。うわ、多分この川からですね、溢れてるね。今自宅前です。ちょっと朝と違って、やっと自宅に戻れたんですけど、朝と違ってもう家の前の道路が冠水状態ですね。道路はもうないです。で、ちょっと見づらいかもしれないですけど、あそこの堤防が決壊したままですね。もうどんどん水が入ってきて、田んぼはちょっと水浸しになっちゃって、しばらくは稲刈りができないですね。ちょっとまた別の長靴履いて行ってみたいと思います。どうしよう。うわぁ、これはしばらく水が引きそうにないですね。だいたい膝下ぐらいまで冠水してます。あそこがずっとこう、あの堤防のところが決壊したままになってるんで、当分多分水はまあ増える一方ですね。はもうひどい、ひどいありさまだ。ちょうどもう今月の下旬ぐらいから稲刈り始めようかなと思ってたんで、当分無理ですね、これ乾かないと。これカメラでは捉えにくいんですけど、もう川の中に土壌がいっぱい来てますね。
うちの田んぼがもうダメですね。悲しい。まだ稲が立ったままなってるんでいいんですけど、もうこれが稲が寝ちゃったら完全にもうダメですね。こんな感じでちょうどうちの田んぼの上の方のところの、あそこが止まらない限りはどうにもなんないですね、こればっかりは。あと1ヶ月待ってくれれば収穫できたのにな。